皆さん、こんにちは。夏美です。今日のクラスは、まっすぐ足を目指すプログラムの第2弾になります。前回は関節系の動きだったんですけど、今回はストレッチ系の動きを多く加えていきますので、ぜひ一緒にやってみてください。このプログラムを繰り返し行っていくと、身長が伸びます。 元に戻るっていう感覚なんですけど、キューって縮んでいた筋肉が、ヒュッと元の状態に戻るので、下半身、特に足の長さが長くなったりっていうのはあるかもしれないです。だいたい2、3ミリぐらいはね、伸びる方が多いんですけれど、中にはね、5ミリ、1センチ伸びるかもしれない。そういう可能性を秘めている、すごくいいプログラムだと思います。一緒にやっていきましょう。 お水取ってない方はお水をしっかりと取って準備してください。呼吸から始めていきましょう。それでは、足をクロスした形で座っていきます。膝をなるべく外に広げて土台を大きくしましょう。両手膝の上に置いたら優しく目を閉じていきます。背骨は自然なカーブを描き、上にスッと伸びていきます。 その延長線上に頭がちょこんと乗っかっている、そんなイメージです。重心はお尻に奥をかけていきます。後ろに倒れそうになる上半身を腹筋と背筋を使って支えてください。肩甲骨同士を軽く寄せ合って、両肩の力をストンと抜いていきます。顎とマットが平行です。 の間には力を入れず鼻の呼吸に意識を向けていきましょうそれでは 吐く息をしっかりと吐き出して、吐き切ったら自然な呼吸に戻りましょう。ゆっくりと目を開いていきます。両足を伸ばして長座になりましょう。両手はお尻の後ろ4本の指先を 後ろに向けて手のひらをしっかりとマットの上に置いてください。重心はお尻に奥をかけていきます。足首から動かしていきましょう。両足のつま先を上に、床に対して足の甲を垂直にします。足と足の幅はだいたい骨盤幅ほど開いてください。それでは、鼻から大きく息吸って、吐いて両足の甲を前に倒す。 吸い気で両つま先、右側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて両つま先、左側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って両つま先、右側から回し上げて。吐いて両つま先、左側から回し下ろす。吸って両つま先、右側から回し上げて。吐いて両つま先、左側から回し下ろす。吸って上。 呼吸と動きを合わせます。吐いて下。つま先力抜く。吸って上。つま先反らない。吐いて下。足の甲が伸びきったら反対。吸い気で両つま先、左側から回し上げて。吐いて両つま先、右側から回し下ろせ。吸って両つま先、左側から回し上げて。 吐いて両つま先、右側から回し下ろす。吸って両つま先、左側から回し上げて、指を反らない。吐いて両つま先、右側から回し下ろす。指先床につけようとしない。吸って上。足首を動かします。吐いて下。つま先力抜く。吸って上。吐いて下。 足の甲が伸びきったら、水気で両つま先を上に、<laughs> 吐いて脱力。呼吸を整え、両足の足首に意識向けていきましょう。それでは、上体を起こして、両膝を曲げて、 足の裏と裏を合わせていきます。合席です。かかとと恥骨を近づけて。両手はつま先を軽くつかみましょう。骨盤立てて背骨まっすぐです。呼吸は自然です。両膝を上下に細かく早く動かしていきましょう。細かく早く。意外とね、難しいです。股関節の筋肉をよくほぐしていきましょう。 呼吸自然です。止めないように気をつけて。そしたら今度両手、もしくは膝がかなり上がっている方、肘で押せます。両手もしくは両肘で、両膝を下に押してください。あと反動で戻っていきます。呼吸は自然です。ポン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 と押して、股関節の筋肉を緩めていきましょう。 では、動きを止めて、両足を伸ばしていきます。両手はお尻の後ろ、4本の指先後ろに向けて、上体後ろに倒してください。優しく目を閉じ、両足の股関節に意識向けていきましょう。それでは、 ゆっくりと目を開き、上体を起こしていきます。足をクロスした形で座っていきましょう。<laughs> 両手の指先、下から肩の上、両肘はマットの方に向かって下げていきます。吸い気で両肘内側から回し上げて、頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘、外側から回し下ろせ。 吸って両肘内側から回し上げて頭の上でぐっと伸びる。吐いて両肘外側から回し下ろす。吸って両肘内側から回し上げて頭の上でぐっと伸びる。吐いて両肘外側から回し下ろす。吸って上、上で伸びる。吐いて下。背中とお腹の筋肉も動かしてください。吸って上、伸びる。 吐いて、下。両肘が下に下がったら反対。吸気で両肘外側から回し上げて、頭の上でぐーっと伸びる。吐いて、両肘内側から回し下ろす。吸って、両肘外側から回し上げて、頭の上でぐーっと伸びる。吐いて、両肘内側から回し下ろす。吸って、両肘外側から回し上げて、頭の上でぐーっと伸びる。 吐いて両肘内側から回し下ろす。慣れてきたら目を閉じて行ってください。吸って上。伸びる。吐いて下。吸って上。伸びる。吐いて下。両肘が下に下がりましたら、両手は膝の上。骨盤立てて背骨まっすぐと呼吸を整え。 両肩の肩関節に意識を向けていきます。それでは、吸う息で背筋を伸ばしていきましょう。次の吐く息で頭右へ倒します。吸って頭が真ん中。 吐いて頭左へ倒していきましょう。吸って頭を真ん中に。吐いて頭右へ倒します。吸って真ん中。吐いて左。吸って真ん中。吐いて右。吸って真ん中。 吐いて左、首から上の動きです。吸って真ん中。吐いて右、体を左右に揺らさない。吸って真ん中。吐いて左。吸って真ん中。吐いて右。吸って真ん中。吐いて左。 吸って真ん中。吐いて頭下に下げましょう。背骨まっすぐです。吸い息で頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。喉元も伸ばしましょう。吐いて頭、左側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。喉元もできたら伸ばします。 吐いて頭、左側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って上。喉元も伸ばします。吐いて下。頭が下に下がりましたら反対行きましょう。吸い気で頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。呼吸と動きを合わせましょう。 吐いて頭、右側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて頭、右側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って上。できたら喉元も伸ばしましょう。吐いて下。 頭が下に下がりましたら、次の水域で顔を正面へ。大きく息を吐きましょう,う。呼吸を整え、首関節に意識を向けていきます。 それでは、ゆっくりと目を開いていきましょう。両足を伸ばして、長座になります。背中後ろに倒していくので、後ろのスペース十分空いているか確認し、ゆっくりと背中後ろに倒していきましょう。最後は頭がマットの上です。頭から足までをまっすぐに。 足開きすぎていたら閉じていきましょう。右の膝を曲げて、右膝と右胸を近づけ、両手は右足を抱えていきます。膝と胸をぐーっと近づけていきましょう。右足のお尻から太ももの後ろにかけての筋肉を伸ばし、股関節は圧迫をかけてマッサージしていきます。 お腹に少し圧がかかるので呼吸しづらいかもしれませんがしっかりと呼吸していきましょう。それでは右足をまっすぐと上に向かって伸ばしていきます。両手は右太ももの後ろで指と指を組んでその両手のひらに 右足の太ももの重さを預けていきましょう。床に対して、右足が垂直。膝の向きがまっすぐ顔の方向。右足のつま先が内側に倒れていたり、外側に開いていたりしないように、しっかりとまっすぐに膝とつま先向けてください。 右足の足首を動かして、かかとを上に押し上げていきます。右足の足首動かして、かかとを上に。右足のつま先を反ったりとかしないように気をつけてください。太ももに力を入れて、膝の裏をぐっと押し上げていくと、右足のアキレス腱ふくらはぎ、膝の裏太ももの後ろが伸びていきます。呼吸は自然です。 両肩はリラックス。足首緩めていきましょう。右膝少し曲がってもいいので、右足と体を近づけていきましょう。右足を上半身の方向に向かってぐーっと引き寄せていく。もしいけるようであれば、太ももの後ろからふくらはぎに。膝の裏はつかまないでください。膝の裏は伸ばすところであって、つかむところではない。膝少しだけ曲がってもいいので、 右足を体の方に、上半身の方に向かってぐーっと近づけていく。さらにいけそうであれば、ふくらはぎから右足首を掴んでいきます。腕の力も借りながら、右足を顔の方に向かってぐーっと近づけていく。少し膝曲がってもいいので、右足の お尻、太ももの後ろ、膝の裏、ふくらはぎ、かかと少し上に上げればアキレス腱まで伸びていきます。気持ちがいいなーっていうところまでで大丈夫だからしっかりと伸ばしていきましょう。ちょっと強度強めですけどね、腕の力を借りていけるところまでぐーっと伸ばしてください。呼吸は自然です。 余裕があれば、右足首を曲げて、かかと上に押し上げてあげると結構伸びが強くなります。両手緩めて、右足下ろしていきましょう。一息ついて反対。左の膝を曲げて、左膝と左胸を近づけ、両手は左足を抱えていきます。 腕の力を借りて、太ももとお腹、膝と胸をぐーっと近づけていきましょう。両肩はリラックスです。左足のお尻から太ももの後ろにかけての筋肉を伸ばしていきます。左の股関節は圧迫をかけながらのマッサージ。お腹に少し圧がかかり、息苦しくなるかもしれないですけれども、しっかりと呼吸してください。 それでは、左足をまっすぐと上に向かって伸ばしましょう。両手は左太ももの後ろで指と指を組んで、その両手のひらに左足の太ももの重さを全部預けていきます。床に対して左足が垂直、膝の向きとつま先の向きを確認してください。 左膝と左つま先、内側、外側入っていないか確認、まっすぐ正面の顔の方向です。そしたら、左の足首を曲げてかかとを上にぐーっと押し上げていく。つま先は反らないようにしてください。足首曲げてかかとを上に。太ももに力を入れて、左膝の裏をぐっと押し上げていきます。 そうすると、左足のアキレス腱ふくらはぎ、膝の裏太ももの後ろがよく伸びていきます。左足首を緩めて、膝少し曲がってもいいので、腕の力を借りて、左足を上半身の方に向かってぐーっと引き寄せていく。いけるようであれば、太ももの裏からふくらはぎを、 膝の裏はつかまないでください。両肘内側に入れて腕の力を借りれば引き寄せることができます。さらにいけそうであればふくらはぎから足首をつかんで腕の力を借りながら左足と上半身を近づけていきましょう。右膝がね、あまりにも曲がらないように気をつけてください。 なるべく右足は床の上。余裕がある方は、左足の太ももに力を入れて膝の裏をぐーっと押し上げていく。さらに余裕があれば、左足首を曲げてかかと上に押し上げていくと結構伸びが強くなります。しっかりと足を伸ばしていきましょう。呼吸は自然。肩には力入れない。 それでは、両手を緩めて左足を下ろしていきます。一息二息ついて呼吸整えてください。それでは、両膝を曲げて、お尻を持ち上げ腰下げます。両足を上に向かって上げていきましょう。 膝は少し曲がってても大丈夫ですけど、曲がりすぎには注意してください。そしたら足を開きます。つま先と膝のお皿を外に向けてください。つま先と膝のお皿を外側に向ける。両腕まっすぐと上に向かって伸ばしましょう。手のひら内側に入れて、床に対して腕が垂直。そしたらこの両手のひらを外側にくるんと向けていきます。 この腕はこのまま固定です。動かさず、両足を手の方に向かって近づけていきます。そしたら内側から両足の裏を掴んでください。土踏まずのところに手のひら当てて、両足の裏をキャッチする。つま先と膝の向きを外側に向けたら、太ももの間をガッと開きます。太ももと太ももの間にお腹が入っていく。 今背骨が丸くなっているのでお尻の穴をマットの方に向かってぐーっと押し下げて背中を平らにしてくださいつま先と膝の向きは外側背中を平らにするそしたらちょっと細かいチェックですけど両膝の延長線上にかかとです両膝の延長線上にかかと膝の外側にかかとが出ないようにする 膝を外に向けて膝の延長線上真上にかかと足の裏が内側向かないようにしっかりと足の裏を天井に対して平行にしていきましょう両太ももマットにぐーっと押し下げてマットと太ももの上が平行になるようにしますやること結構多いですよ腕の重さと腕の力を使って膝の角度を90度にし 太ももをマットに対して平行にする。膝の真上にかかとが来るように整えてください。膝の外側にかかと出ないようにしましょう。あと両太ももをガッと開いてね、その間にお腹を入れていく。お腹に少し圧がかかってくると思うけれども、しっかりと呼吸してください。そしたらこの後、足の力を使っていきます。 膝のお皿外側向いてますよね。大丈夫かなつま先も外です。両足の力を使って、両膝をぐーっと伸ばしていく。膝の向き外側に向けた状態で、両膝を伸ばしていきます。腰が丸まらないように、お尻の穴をマットにぐーっと引き寄せてください。下腹部の筋肉を使っていく。 つま先と膝のお皿外に向けて、両膝を太ももの力を借りて伸ばしていき、下腹部の力を借りてお尻の穴をマットにぐっと引き寄せ、背骨が丸まらないようにする。呼吸は自然です。内太ももをしっかりと伸ばしていきましょう。ちょっとずつね、膝が伸びればいいと思うんだけど、技術が必要です。 ただ体が柔らかいだけでは無理です。お尻の穴を下に下げるだけの下腹部の筋力も必要だし、膝をぐっと伸ばすだけの足の筋力も必要です。座ってやるよりも重力使えない分、自力で伸ばさないといけない。自力でお尻の穴を下げないといけない。それプラス柔軟性です。 あとは腕の力を借りて膝を伸ばすサポートもしています。それでは両膝を緩めて、足を閉じ、両膝を曲げてマットの上。腕を下げますが手のひら上に向けて、腰が浮きすぎないように足を丁寧に伸ばしていきましょう。ふう 優しく目を閉じ、呼吸を整えていきます。それでは、少しずつ意識、外の方に戻していきましょう。両膝を曲げて、 両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んでいきましょう。腕の力を借りて、太ももとお腹、膝と胸を近づけ、顎を引いて背中を平らにします。両肩は力抜いておきましょう。両膝を左右に小さく倒し、背骨の外側にある筋肉をほぐしていきます。 背骨出ないようにね、気をつけて、背中は平らのまんまです。両膝を左右に小さく、ゆっくりと倒していき、背骨の外側にある筋肉をほぐしていきます。少しずつ振り幅大きくできそうであれば、大きくしていきましょう。膝が倒れた方向に顔を向けてあげると倒しやすいです。 ゆっくりね、背中丸まらないように気をつけて、背骨出ると痛いです。背中平らにした状態で、体を左右に倒しながら、ほぐしていきましょう。振り幅が少しずつ大きくなっていくと、ほぐす範囲も大きくなっていきます。 真ん中で動きを止めて顎を引いてください腰から背中全体にかけての筋肉をほぐしていきます必ず顎を引く体を前後にほぐしていきましょう体を前後に動かして背中全体の筋肉をほぐしていきます あと1つ起き上がったらしゃがんでいきましょう。そしたら顎引いて背中を丸めながら両膝を伸ばしていきます。ゆっくり上半身を起こしていき最後顔が正面大きく一呼吸です。 それでは、両足を腰幅程度に広げていきましょう。つま先とかかとの位置まっすぐです。目で見て確認。あとはつま先とかかとの位置が両方とも同じ位置であるかもチェックしてください。両手が骨盤のところに。足幅は腰幅程度、つま先とかかとがまっすぐ正面向いているか確認。 大丈夫であれば頭を正面に向けてみましょう。鼻から大きく息吸って背筋を伸ばして吐きながら太ももの付け根を折り曲げて上半身30度ほど前に傾けていきます。吸う息で元に戻して吐きながら上半身60度ほど前に傾けていきましょう。太ももの付け根を折り曲げるから 腰が丸まらないように気をつけていきます。腰まっすぐ。水気で元に戻して、吐きながら上半身さらに前に倒していく。太ももの付け根を折り曲げて、背中はまっすぐ。床に対して胸とおへそが平行になるように倒していきます。背筋使わないと背中の筋肉がビヨーンって伸びちゃうので、 背筋しっかりと使って背中の筋肉縮めてください。床に対して胸とおへそが平行です。ただ少し後ろに重心かかっているので、両足の10本の指の付け根に体重かけてみましょう。そうするとかかとの真上にお尻が来ます。両足の指関節を曲げて支えないようにしてください。10本の指の付け根に体重かけます。関節曲げないようにする。 吸い気で元に戻して、一度息を吐きます。では、鼻から息吸って背筋を伸ばして、吐きながら上半身30度ほど前に倒す。吸って元に戻して、吐いて上体を60度ほど前に倒す。吸って戻して、吐いて上体 さらに前に倒して、胸とおへそがマットに対して平行になるようにしていきます。太ももの付け根を折り曲げて、お尻を伸ばして、体をこの位置まで持っていきます。お腹と胸が床に対して平行になるように。重心を10本の指の付け根のところにかけていきましょう。そうするとかかとの真上にお尻が来るので伸びが深まります。 さらに行ける方は、背中を丸めないように、太ももと太ももの間の空間とおへその距離を近づける。頭は下げない。頭が下がるということは背中が丸まっているということです。元に戻してください。強度は緩めでいいので、背筋使ってしっかりと足を伸ばしましょう。さらに行ける方は、膝と膝の間の空間とおへそを近づけていく。頭は下げない。 中心は十本の指の付け根。頭が上がらないということは背中が丸まっているということです。ここまで来て初めて頭を下げて、頭の頭頂部がマットの方向。両腕だらーんと下げてください。両手はマットの上でもいいですけれども、さらに余裕がある方、両肘を曲げて肘と肘をつかんでいきましょう。 両腕の力をダマーンと抜いていきます。両腕の力で背中が少し伸びます。顎引いて頭の頭頂部がマットの方向。頭の重さで首の後ろが伸びていく。重心を10本の指の付け根にかけてくださいね。かかとの真上にお尻。太ももの付け根から上半身折り曲げて、 お尻、太もも、膝裏、ふくらはぎ、アキレスケをよく伸ばしていきます。呼吸は自然です。この状態で腰が丸くなっている方は腰痛めるから状態元に戻してください。お休み取りながらでもいいので30度、60度、 マットに対して胸とおへそは平行。それを何回も繰り返していきましょう。太ももの付け根から上半身折り曲げて、上半身がダラーンと倒れている方だけ、体を左右に小さく揺らしながら太ももの外側を伸ばしていきましょう。左右にゆっくりと揺らしてみてください。伸びるところがね、微妙に変わっていきます。 呼吸は自然です。10本の指の付け根に体重かける。指関節を曲げて体を支えないようにする。爪の先端が真っ白になっている方は先端に体重かけすぎです。指をしっかりと伸ばして、指の付け根に体重かけていきましょう。 そうやって関節をずっと曲げながら体を支えてるってね、すごく負担です、足にとっては。変なところの筋肉が成長していくわけだし、その状態で歩いたりとか走ったりとかトレーニングしたりとか、ヨガの主要な動きもそうだけれども、実践していくと絶対痛んできます。関節系の動画も出してるから、関節系から 始めてください。足の指関節をほぐすっていうところから始めましょう。振り幅だんだん大きくしていくと伸びるところがさらに広がっていくはずです。でもこれってバランス感覚も必要ですからね。足の裏全体で体をしっかりと支えながら上半身を左右に大きく動かしていく。 意外と難しいです。頭シェイクしないでくださいね。クラクラしちゃうので。あくまでも上半身を左右に大きく動かしていく。お腹の横や肋骨周りの筋肉の柔軟性も必要になってくる。真ん中で動きを止めて、 両手を下げて、一呼吸顎を引いて、背中を丸めながら上体を起こしていきましょう膝少し緩めていいです最後に顔が正面、大きく一呼吸何回か深呼吸をしながら、呼吸と体と気持ちを整えてください それでは、ゆっくりと目を開いて、両足を閉じていきましょう。そしたら、右足を左足の前に足を絡めていきます。両足のつま先まっすぐ正面を向くようにしてください。内太ももの筋肉を使って、両足をキュッと内側に入れていく。大丈夫かな両手骨盤のところ、骨盤が曲がらないようにまっすぐにします。 足の筋肉がねじれている方は骨盤が曲がりやすいから気をつけて鼻から息吸って背筋を伸ばして吐きながら上半身30度ほど前に倒す吸って戻して吐いて上半身60度ほど前に吸って戻って吐いて上半身先ほどよりも前に倒していきます胸とお腹が マットに対して平行です。骨盤曲がらないようにね、気をつけて、内太ももの筋肉を使って足がぐっと、あの、外側に広がらないようにぐっと内側に入れてください。いけるようであれば、この両太ももとおへそを近づけていく。背中丸めないようにする。右膝を伸ばせば左足も伸びていくはずです。そしたら、この膝と胸を近づけていく。 両手がマットの上、顎を引いて頭の頭頂部がマットの方向です。重心を10本の指の付け根にかけていきましょう。かかとの真上にお尻です。両手を骨盤のところに、腹筋と背筋を使って上半身を起こし、胸とおへそがマットに対して平行になるようにする。顔が正面。 吸い気で上体さらに起こしていき、息を吐いて、骨盤の位置大丈夫ですか右足を元に戻して解放です。反対行きましょう。両足を閉じたら、右足の前に左足を持ってくる。足をしっかりと、ぐっと内側に入れてください。骨盤が曲がりやすいから、それをまっすぐに。行きましょう。鼻から息吸って、背筋を伸ばし、 吐きながら上半身30度ほど前に倒す。太ももの付け根から折り曲げてください。吸って上体元に戻して、吐いて上半身60度ほど前に倒す。背中丸めないようにしましょう。左足を伸ばせば右膝伸びます。膝曲がらないようになるべくね、まっすぐに。吸い気で上体元に戻して、吐きながら上半身さらに前に倒していく。 胸とお腹がマットに対して平行。太ももの付け根を曲げて、お尻を伸ばしてください。腰や背中丸めないようにする。さらにいけるのであれば、この両太ももとおへそを近づけていく。頭を上げてください。頭が下がるということは背中が丸まっているということです。さらにいけるのであれば、この両膝と両胸を近づけていく。 難しいです。膝が曲がらないようにね、膝を、左膝をまっすぐ伸ばしてください。ここまで来たら両手マットの上で、顎引いて頭の頭頂部がマットの方向。かかとの真上にお尻が来るように、10本の指の付け根に体重かけていく。膝が曲がらないように、左足を伸ばしてみてください。そうすると右膝も伸びていきます。 足が曲がっている方には難しいかもしれない。X 脚と O 脚の方、それらが混ざっている方です。背中や腰は丸めずに、太ももの付け根から上半身を折り曲げて、お尻、太もも、膝裏、ふくらはぎ、アキレス腱を伸ばして前屈になります。腹筋、背筋使っていきます。両手が骨盤の上。 そしたら腹筋背筋使って状態を起こしていきましょう。胸とお腹がマットに対して平行。そこからさらに上半身を起こしていく。骨盤が曲がらないように、まっすぐ向けたまま。息を吐きます。左足を元に戻して、一呼吸。そしたら、両手胸の真ん中。 息を吸いながら両手頭の上、吐きながら両膝を軽く曲げる。吸って両膝を伸ばして、吐いて両膝を先ほどよりも深く曲げていく。吸って伸ばして、吐いて両膝をいけるところまで曲げていきます。背骨をまっすぐに伸ばした状態で、いけるところまで両膝を曲げていきましょう。 足離れないようにする。両手を離し、マットの上に。お尻を下ろして、長座になりましょう。そしたら、背中丸めていいので、前屈します。背中丸めていいです。結構背筋使ったので、膝も少し曲がっていいから背中を丸くして、緩めていきましょう。 状態を起こしていきます。そしたら右の膝を曲げて、足の甲を寝かせて、右足のかかとがお尻の隣に来るようにセットしてください。右膝まっすぐ正面に向いているか確認。大丈夫であれば両手をお尻の後ろへ。一歩ずつ歩くようにして、上半身後ろに倒していきます。膝が浮かないように気をつけて、 さらにいけるのであれば、両肘を曲げて。この状態でキープするのは首の筋肉が結構ね、疲れちゃうから、もしここでちょっとしんどいわってなったら、さっきの位置に戻ってください。もう少し倒せそうであれば、肘を少し外に広げて、背中を倒していきましょう。膝が開かないように、 離れないように、マットから離れないようにしっかりと下ろしてください。両手、できたら頭の上に。お腹や肋骨がさらに伸びていきます。いけなかったらね、両手で体を支えるところまで戻ってください。大事なのは頑張ることじゃなくて続けることです。一生かけて体って使っていくわけですから、 今日中にどうにかしようなんてすること自体が不可能です。一生かけて体をほぐしていってください。今すぐなんていうのはできません。長い時間かけて固めたものですからね。同じ時間かけて緩めてください。では、両手を離して体の横に。背中倒している方は右腕を左側の方にぐーっと伸ばしていくと、 体を左側に倒しやすくなります。倒れたら右足を伸ばし、体を支えて上体を起こしてください。両手で体を支えるか、支えている方はそのまま体を起こしてね。反対行きましょう。両足を伸ばして、今度は左膝を曲げて、左足の甲を寝かせて、左足のかかとがお尻の隣に来るようにする。 左膝まっすぐと正面に向いているか確認。開いたりとか、膝が上がっていたりとかしないように気をつけてください。両手はお尻の後ろ。一歩ずつ歩くようにして、上体を後ろに倒していきます。もうここで、あの、十分伸びているよっていう方は、ここでね、ゆるーく伸ばしてください。もうちょっといけるかもっていう方は、片方ずつ肘をマットに下ろして、 さらにいける方は両肘を外に広げて背中をゆっくりと倒していく。膝が開かないように、膝がマットから離れないように背中を後ろに倒し、余裕があれば両手頭の上万歳。お腹と肋骨をさらに伸ばしていきましょう。ゆっくり呼吸です。 前太ももってね、結構硬く張ってたりとかするから、まあ、こんな感じでね、気持ちがいいなっていうところがいいと思います。ゆるく伸ばしてあげてください。前太もも、付け根下腹部、肋骨。もう座りっぱなしで作業している方は特に、太ももの前も張ってるし、股関節はずっと曲げてまま。 で、背中丸めて作業してるから、お腹は縮んでるし、肋骨周りの筋肉も硬くなっているし、胸が開かないので呼吸が浅くなる。そうすると代謝が落ちますよね。だから太りやすくもなるし、体の巡りも悪くなるので、冷え症をむくみ、日常茶飯事です。で、体の循環も悪くなるので、 なんかちょっと汗かいたらベタベタするなとかね。そういうのもあるかもしれないし、こうなんかこう、モチベーションが上がらないなとか、なんかわかんないけど元気が出ないなっていう時もあるかもしれない。エネルギーの巡りも滞りますからね。では、両手を離して、背中倒している方は、 左腕を右側にぐーっと伸ばしていくと体を右側に倒しやすくなります。しっかりと倒してから左膝を伸ばしていきましょう。体を起こしていきます。両手。両手で体を支えている方はそのまま上半身を起こしていきましょう。体の位置整えて大丈夫であれば腹筋使って上半身ゆっくり後ろに倒してください。 ふぅ、脱力です。数回呼吸取りましょう。では、両手頭の上に万歳気持ちよく伸びをして脱力します。両膝をしっかりと曲げ、お尻を持ち上げ腰下げる。そしたら太もも同士をくっつけてください。 足しっかりとくっつけてね両膝を左右に小さく倒しましょうお尻や腰周りの筋肉をほぐしていきます振り幅もう少し大きくしていきましょうそうすると今度お腹がねじれてくるのがわかると思いますお腹ストレッチします 下半身が硬くなっている方って多分関節もね曲がってると思うんですよねなかなか伸びないと思いますそうなってくるとお腹周りのん、まあ、筋肉も歪んでると思うし内臓も下に下がってたりとかすると思うんですよねだからこんな感じでお腹のスペースを大きく広げて両膝を左右に揺らすだけでお腹がねじれてストレッチになります 硬くなっているお腹の筋肉を緩め内臓もストレッチしていきましょう振り幅もう少し大きくしてください足が離れないようにずれないように大きく左右に揺らしていく大きくす、えっと、足を、ね、左右に振れば振るほど内転筋も結構、ね、必要になってきますよね足が離れないようにするから あとは、肋骨周りの筋肉も伸びてくるはずです。どうかな肋骨周りの筋肉もしっかりと伸ばしていき、内太ももの筋力も強化していきましょう。あとは、振り幅を大きくすれば大きくするほど、真ん中に戻すだけの体幹も必要になってきます。体の軸が必要になってきます。単純な動きなんだけれども、柔軟性も、 強化できるし、体幹も強化できるし、肋骨周りの筋肉がほぐれてくれば、呼吸も整っていきます。で、お腹をねじりながらストレッチかけているので、便秘改善だったりとか、女性の機能を高めるっていう効果も期待できるかなと思います。それでは、振り幅だんだん小さくしていき。 真ん中で動きを止めていく。お尻を持ち上げ腰下げて、腕と足は皆さんのタイミングで下ろしていきましょう。一息二息ついて、圧力です。この後、体を大きくねじっていきます。足が開いている方、 閉じていきましょう。頭から足までまっすぐ。右の膝を曲げて、右足のつま先左膝の上。左手は右膝の上に置き、右腕は横に大きく広げて大の字です。手のひらは上。次の吐く息で、この右膝を左に倒していきましょう。右のお尻と腰と背中全体を伸ばしながら、ゆっくりと膝の角度を倒していく。右と左の肋骨をねじりながら、 肋骨と肋骨の間を広げてさらに右膝の角度を変えていく。最終的には右腕浮いてもいいから右膝と床をつけてください。そしたら左手は右の骨盤太もも膝の上どこかに置きましょう。骨盤下から呼吸します。顔の向きはどこでも楽なところで大丈夫。最後に 右の脇を広げるようにして右腕伸ばしていきます。右脇広げて腕伸ばす。右手のひらは上向きです。呼吸は自然です。お腹や腰はねじらず、肋骨からねじっていきましょう。 それではゆっくりと右足を元に戻していきます腕と足は皆さんのタイミングで下げてください頭から足までまっすぐ大丈夫であれば反対いきましょう左膝を曲げて左足のつま先右膝の上右手は左膝の上に置き左腕は大の字のように大きく横に広げて手のひら上に 次の吐く息でこの左膝を右側へと倒していく。吐き切ったら自然呼吸。左のお尻と腰と背中全体を伸ばしながら左膝の角度を変えていき。右と左の肋骨をねじりながら肋骨と肋骨の間を広げるようにしてさらに膝の角度を変えていく。最終的には左腕浮いてもいいから左膝を床につけていきましょう。 右手は左の骨盤太もも膝の上どこかに置いて骨盤下から固定する。顔の向きはどこでも。最後に左の脇を広げるようにして腕を伸ばしてい,くいきます。左脇を広げて腕伸ばす。脇ってね結構締まりっぱなしの方が多いからなかなか脇広がらないと思うんですけど脇をしっかりと広げて 二の腕や肘周辺の筋肉もストレッチしていきましょう。あとは呼吸ゆっくりと。 それでは、左膝を元に戻していきます。両腕を下げて、両膝を曲げてください。お尻持ち上げ、腰下げたら、両膝と両胸近づけ、両手は両足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んでいきましょう。両膝と両胸を近づけ、顎を引いて、肩肩,肩甲骨マットの上、背中平らにしましょう。 腰の筋肉をぐーっと丸めて伸ばしていきます。ねじりのアーサナはちょっと口屈のね、動きが入っているから、こんな感じで腰を丸めて伸ばしていきましょう。両膝を左右に小さく倒しながら背骨の外側にある筋肉をほぐしていきます。 背骨出ないようにね、気をつけて。背骨出ると痛いです。真ん中で動きを止めて、腕と足を下ろしていきましょう。腕は下げますが、手のひら上に向けて、頭からお尻までがまっすぐ。腰が浮きすぎていたら、お尻持ち上げ、腰下げて。足は片方ずつ丁寧に伸ばしていきましょう。 かかと前に出して一旦アキレス腱を伸ばしてみてください。その後、両足の力を抜いて脱力です。優しく目を閉じ、体全体の力を抜いていきましょう。両足のつま先、足首、膝、股関節、脱力。 両方のお尻に均等に体重をかけ、お尻の硬さを取りましょう。お腹や腰周りの緊張も緩めてください。両手の指先手首、肘肩周りリラックスです。胸と背中の緊張も緩め、首の硬さも取りましょう。奥歯ぐっと噛み締めている方、 歯と歯の間は少しだけ隙間を空けて、顎の力を抜きます。眉間の間、力抜いていきましょう。鼻の呼吸に意識を向けていきます。 それでは、少しずつ意識外の方に戻していきましょう。足先と指先を軽く握る、開く、握る、開く、感覚を取り戻していきます。動きを止めて、一呼吸です。 次の吸う息で、両手頭の上気持ちよく体伸ばしましょう。目いっぱい伸びる。吐い、手脱力。もう一つどうぞ。吸う息で体伸ばして、目いっぱい伸びる。伸びて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 。 思いっきり脱力 <laughs>。両膝を曲げて、膝を左右にゆらゆら倒していきましょう。なんとなくでいいです。お尻腰周りをほぐします。体の向きを右側に倒して横向きに。 背中を少しだけ丸くしてください。体を支えて上体をゆっくりと起こしていきましょう。起きれたらあぐらの姿勢で座っていきます。膝をなるべく外に広げて土台を大きく 上半身安定させてください。両手は膝の上、優しく目を閉じていきましょう。まずは姿勢を整えて、次に呼吸を整えていきます。そして気持ちも整えていきましょう。 姿勢と呼吸と気持ちを落ち着かせていきます。それでは両手胸の真ん中に合わせて合唱です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。 足ってやっぱすごく大事ですよね。足の形一つで、ファッションの着こなしだったり、スーツの着こなしだったり変わっていくし、体の使い方も違っていくし、疲労感も変わっていくと思うんですよね。あとは足のむくみとか冷え。もうやっぱり足の形ってすごく、あの、関係してくると思うので、自分の足をまずよく見るっていうところから始めてみるといいかなって。 大体の方が自分の体見たくないって言って目を背けてしまうんだけれども、そんな状態で体を整えること、足の形を整えることってできないと思います。世の中にある健康に良い,い情報、足の形を整えるためのエクササイズ方法だったり、筋トレだったり、ストレッチだったり、いろんな方法が世の中にはたくさんあります。 でもそれって、その方の肉体の状態によって違うわけですから、まずは自分の足をじっくりとよく見るっていうところから始めて、自分の足がどうなっているのかっていうことをちゃんと理解した上で、どういう方法が一番自分にとってベストなのかっていうのを選んであげるっていうのがすごく大事かなって思います。ヨガの実践というのはもうやり方決まってるんですよね。まずは関節を緩める。 体感をつける。エネルギーの巡りを整えていく。これがベースになります。これが整ってないと主要な動きには入ることはできない。他のエクササイズとかトレーニングとか、スポーツとかも同じだと思うんですよね。なので、ヨガがメインじゃなくてもいいし、サブでもいいし、その、 後でもいい。ただ、体を整えていく、準備していくという意味では、みんな共通して同じだと思うので、足が曲がっているのに走ったり歩いたりね、スクワットしたり、スポーツしたりするのは、やっぱりどう考えても良くないですよね。自分の自己満足としてはいいかもしれないけれども、それを満たすだけ、満た,満たそうとするあまり、体にとってはすごい負担なんですよね。 どんどん足は歪んでくるし、広がってくるし、どっか痛んでくるし、どこかをサポートしようと思って、どこか変なところが頑張り始めて、その頑張り始めたところがまた痛んでくる。っていうふうに、負の連鎖が続いていく。なので、まずは自分の体をじっくりと見る。っていうところから始めていくと、何かね、あの突破口が見えてくるんじゃないかなって思います。100年先も自分の足で歩けるように、 今からしっかりと準備していきましょう。それでは皆さん、この後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて、ナマステ